2023年4月10日です。淡井圭介より、蓄電池についてなんですけども、基本的に絶縁体であれば、水の中に電気は蓄えられます。で、私の家なんかはこういうふうな、ユニットバス、これがね、取り外しの効くもので、これちょっとね、中開けてみたらわかりやすいんですけども、ちょっと待ってくださいね。こういう風になっていて、ちょっと後ろの方から下がってみるとしますね。こんな形になってるんですよ。で、建物解体とかしたら、こういうものが出てくるから、それをリサイクルして、あとは蓋をするだけで、あとそこの線のところを絶縁体で、そこを線をしといて、水を入れると。だいたいこれで200リットルぐらい、満杯にすると、水入ります。で、蓋をきっちり、密閉しておけば、これで蓄電。地の出来上がり。あんまりもうとにかく金属使っちゃダメ。家に備える蓄電池なんかで。本当に。もうこれで十分。太陽光パネルからの発電なんて、もうこれぐらいで貯めるところなんか十分ですから。以上です。